ってどんな感じですか？面白い人、お芝居と感性が面白い。何ですかね？え、俺に聞くぞ。この二人に仕掛けるのは打ち上げ花火ロシアンルーレット。俺が多分被害を受けるんだよね。今をときめく大人気コンビのガチ対決、先に行動を切るのは広瀬すず。これ怖いね。めっちゃ怖い。決まりました。シンプルな手はドキドキするよね。いや待って、緑オレンジにします。あ待って大丈夫、尺はいくらでもあります。いや言ってから切るまでちょっと時間ちょうだいよ。結構ハラハラしてくるから。これを行きます。OK、 3、2、1。おお。おお。部屋だ。じゃあ迷ってたオレンジを着ようかな。あ、いいと思います。笑って悪い顔してる。3、2。今のは悪いと思う。今のは悪いと思うよ。しょうもないゲームをやっているだけなのに、まるで青春映画のワンシーン。しばし彼の様子をご覧ください。じゃあ黒いきます。3、2、1。ここ苦手なの。結構当たらんもんやね。私じゃあいきます。赤いいですか。なんか出そう。はい。ええ顔すんな。いきます。せーの。ミュージックビデオにも使えそうなクオリティ。